おはようございます。9月27日、9時53分、モーニングショットをお届けしたいと思います。本日の方針でございますが、ドル円に関しては、100棟円の4535で買いからのイメージを作りました。100棟円の20でストップ、100棟円の8595で利食いをイメージをしております。ユーロドルは1.174555で売りから、1.1785でストップ、 1.168 75で買い戻しようユーロ円は129円の5040でおしめの買いから129の20でストップ130円の1020でリグイを本土円は、えーまあ、ちょっとこれはあの方向感があんまりはっきりしないので今日は様子見をします151円ちょうどと151円の70という、まあ、上下 のボックスの中でどう動くかちょっとはっきりちょっとイメージが分かりませんでしたただまあおしめをもし買うような方向で考えるのであれば150円の60ではロングは切りたいとそんなようなイメージを持ちました王子円はこちらは80円の3020でおしめ買いから80円ちょうどでストップ80円の7585で利食いをタイドルは0.725040で買いから 0.72957305の20 2でストップ、0. 7, 29 7でリグイを、ニュージーエンは77円の5040で買い、77の20でストップ、78の0 5 1 5でリグイを、タイドルは0.70ちょうど、0.6990で買いから、0.6980でストップ、0.705565でリグイのイメージを作りました。 まあ朝方80台、ワンタッチした後、6号台まで反落をしましたが、まあ、ミドルが割れるかどうかをちょっと待ちたいなというふうには思いましたが、全然、えー、6号の下がつかずに、切り返して今、74まで戻してまいりました、111、まあ、円にかけては、まだ売りも相当並びそうな感じがしますので、あんまり追いかけて高値は買いたくないなと、そんなようなイメージで見ておりままます。た、ま、た何かございいしししらよろしくどうぞお願い申し上げます。 簡単ではございますが本日のモーニングショットこれで終了です。